で TV KPM。 じゃあ皆さん、これから、語彙を紹介します。じゃあ皆さん、絵を見てください。言葉紹介始めましょう。じゃあ、うかさん、これは何ですか？これは瓶です。ああ、いいですね。それは瓶ですね。じゃあ、次行きましょうか。フィダインさん、これは何ですか？それは紙です。ああ、すごいですね。紙ですね。漢字も読めますね。すごい。じゃあ、次はアルファンさん、これは何ですか？それは缶です。おー、いいですね。缶ですね。食べ物の缶とか飲み物缶ありますね。じゃあ次の絵を見てください。ファーハンさん、これは何ですか？それはペットボトルです。すごいですね。じゃあ次行きましょうか。お母さん、これは何ですか？それはアムールです。もう一度お願いします。もう一度お願いします。それは油です。あ、いいですね。油ですね。じゃあ次見てください。アルファンさん、これは何ですか？それはコシーです。あ、いいですね。え、新聞と発行もありますね。実はコシーは何ですか、アルファンさん？実はコシーは古い紙です。あ、すごいですね。古い紙ですね。じゃあ次行きましょうか。フィダインさん、これは何ですか？それは金属です。金属ですね。金属はマレー語で何と言いますか？ロガム。そうですね、ロガムですね。じゃあ次行きましょうか。ファランさん、これは何ですか？それは服です。いいですね。服がいっぱいですね。じゃあ次行きましょうか。ウカさん、これは何ですか？それは燃えるです。そうですね。これから私たちは燃えるグループ、すみません、燃えるゴミと、あともう一つ、次行きましょうか。アルファさん、これは何ですか？それは燃えないです。いいですね。燃えないですね。じゃあ、アルファンさん、燃えないは何ですか？マレー語で何ですか？燃えないは bahan yang tidak boleh dibakar。いいですね。だから今日は私たちはなんか燃えるゴミと燃えないゴミを勉強しましょう。じゃあこれから見てください。皆さんは紙がありますか？バツの紙と、丸の紙ありますか？じゃあこれから絵を見せて、皆さんなんか紙は見せてください。例えばね、瓶は燃えるゴミですか？燃えないゴミですか？燃えるゴミをだったら、すみません、丸見せてください。燃えないゴミをだったら、バツ見せてください。わかりますか？あ、いいですね。じゃあこれから練習しましょう。じゃあ皆さん、瓶はどっちのゴミですか？あー、すごい皆さん。答えは、ピンポーン。
正しいです。燃えないゴミですね。OK、じゃあ次行きましょうか。紙は燃えるゴミですか？燃えないゴミですか？じゃあ紙を見せてください。正しいですか？一緒に答えチェックしましょう。あ、いいですね。燃えるゴミですね。すごい、皆さんよくわかりましたね。次行きましょうか。缶は燃えるゴミですか？燃えないゴミ、考えて見せてください。どうぞ。燃えないゴミですね。じゃあチェックしましょう。すごい、皆さん燃えないゴミですね。皆さんよくできましたね。素晴らしい。はい、じゃあ次行きましょうか。あ、ペットボトルは燃えるゴミですか？燃えないゴミですか？じゃあ答え見せてください。じゃあ答えはチェックしましょう。あ、そうですね、燃えないゴミですね。すごい、皆さん。じゃあ皆さんも勉強しましたね。じゃあ次行きましょうか。あ、金属は燃えるゴミですか？燃えないゴミですか？じゃあ見せてください。皆さんの答えは見せてください。チェックしましょう。答えはチェックしましょう。あ、すごい、皆さん燃えないゴミですね。素晴らしい。じゃあ次行きましょうか。服は燃えないゴミですか？燃えるゴミですか？じゃあ答えはどうぞ見せてください。素晴らしい、皆さん全部正しいですね。今日の練習素晴らしい。 OK、 じゃあ皆さんこれから言葉をあげて、OK、 すいません、コシ、燃えるゴミですか？燃えないゴミですか？どうぞ。あ、チェックしましょう。すごい、皆さん燃えるゴミですね。じゃあ、はい、皆さんこれからゴミの種類がありますが、だから、右側の言葉を皆さん燃えるゴミか燃えないゴミを入れてください。だからこれから皆さん、答えてくださいね。じゃあ1番ガラス、ファハンさんどうぞ。ガラスは燃えないゴミです。一緒にチェックしましょう。すごいですね、燃えないゴミですね、ガラス。 OK、 じゃあ次は鉛筆は、お母さん、鉛筆は燃えるです。燃えるゴミですか？じゃあチェックしましょうか。いいですね、正しいですね、すごい。じゃあ次行きましょうか。瓶は、フィダインさんどうぞ。瓶は燃えないゴミです。そうですか、じゃあチェックしましょうか。いいですね、燃えないゴミですね。じゃあ次、缶はアルファンさんどうぞ。缶は燃えないゴミです。チェックしましょうか。あ、いいですね、正しいですね、すごい。じゃあ次はファハンさん、紙は、紙は燃えるゴミです。チェックしてください。いいですね、燃えるゴミですね。じゃあ
次は金属は？フィダインさんどうぞ。金属は燃えないゴミです。じゃあチェックしましょうか。あ、いいですね。燃えないゴミですね。みんなよくわかりますね。先生は感動です。じゃあ次行きましょうか。ペットボトル。お母さんどうぞ。ペットボトルは燃えるゴミです。燃えるゴミですか？じゃあ一緒にチェックしましょう。あー、残念ですね、お母さん。でも大丈夫。ペットボトルは燃えないゴミですね。だからお母さん、皆さん覚えてくださいね。OK、じゃあ、コッシーは、アルファンさん、どうぞ。コッシーは燃えるゴミです。チェックしましょう。あ、いいですね。古い服、すみません、古い紙ですね。だから燃えるゴミになりました。じゃあ、最後に、ファハン君、服は？服は燃えるゴミです。あ、チェックしましょう。あ、いいですね。燃えるゴミ、みんな。いいですね。よくできましたね、今日。じゃあ、次は、実は、先生は、なんか燃えるゴミの、ものが準備しました。だから誰が、読みたいですか？すみません。読みたいですか？はい、フィダインさんどうぞ。生ゴミ。はい。全部。生ゴミと。はい。紙くずです。はい。それから、落ち葉です。落ち葉です。落ち葉です。はい。紙おむつです。はい。めぐるみ。はい。衣類。です。OK。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ、皆さん分かりますか？落ち葉は？お母さん、落ち葉はマレー語で何と言いますか？落ち葉。落ち葉は？ダウンダウンクレーン。そうですね。落ち葉はマレー語でダウンダウンクレーンヤングゴー。OK、じゃあ、次の絵を見てください。これから、燃えないゴミのものです。じゃあどうぞアルファンさん読んでください。はい。ガラスと刃物と、はい、陶磁器と金属類。そうですね。金属類です。いいですね。ありがとうございます。アファンさん。じゃあ、陶磁器は何、マレー語で何と言いますか？ファハン君。陶磁器はビカです。そうですね。陶磁器はビカとセラミ。バハンセラミですね。じゃあ、実は、燃えるゴミと燃えない紙の他にもあります。例えばこれ、分別は分別のゴミです。分別は何ですか？じゃあ皆さん見て読んでください。じゃあアルファンさんどうぞ。ゴミの種類を分けます。ああ、いいですね。どんな感じですか？じゃあこれから見てください。ああ、ゴミがいっぱいですね。だから、ゴミを分別を
します。じゃあこれは日本でのゴミ箱とマレーシアでのゴミ箱をなんか分別をしています。皆さんわかりますか？なんか金属と、すいません、金属と生ゴミと紙とプラスチックもあります。 DDTV KPM